皆さんこんにちは。美人すぎるプロゴルファーとして人気を博した小妻琴乃さん、2011年にはプロテストに一発合格し、期待されている選手の一人です。そんな小妻琴乃さんですが、一時期ストレスで体重がかなり増加し、プレーにも影響が出ていたとか。そこで今回は小妻琴乃さんの生い立ちやゴルフの活躍、さらにはプライベートの恋愛についても詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まずプロフィールから見ていきましょう。お名前は小妻琴乃さん。1992年4月17日生まれの31歳で、鹿児島県鹿屋市の出身です。家族構成はご両親と弟の4人兄弟で、弟の仁一郎さんもプロゴルファーとして活躍しています。そんな小妻琴乃さんがゴルフを始めたのは3歳の時でした。お父様からゴルフクラブを与えられて、横峯さくらさんのお父様が主催するメダカクラブというゴルフクラブに所属したことが始まりです。ただ当時は自分の意思でゴルフを始めたいと思ったのではなく、お父様からの半ば強制のような形で始めたそうです。メダカクラブには弟の仁一郎さんも一緒に通っており、他にも泉田大二郎さんらと共に練習に励んでいたとか。そして小妻琴乃さんのお父様である直樹さんは当初銀行員として勤めていましたが、子供たちのゴルフをサポートするために退職。お母様の香里さんが地元で居酒屋金次園を切り盛りして生計を立てていたそうです。ちなみにこの金次園という名前は、琴乃さんと仁一郎さんにご縁が訪れるようにと願って付けられた名前だと明かされています。ご両親ともに子供思いで全面的にサポートをしてくれていたのですね。そんなご両親のサポートを受けて、小妻琴乃さんは中学校から宮崎県にある日照学園中学校に進学。日照学園は宮崎県宮崎市にある中高一貫校で、特進アスリート科が設置されているため、数多くのスポーツ選手を輩出しています。この日照学園中学校時代は小妻琴乃さんのお父様がコーチを務め、アマチュア・ジュニアの大会で好成績を残しました。そして高校も日照学園高校に内部進学し、なんと小妻琴乃さんのお父様は日照学園高校の職員として働き始めたそうです。常に小妻琴乃さんのゴルフをサポートできるよう、ついには学校職員にまでなっていたのですね。地元の鹿児島県を離れてまで転職するなんて、お父様の行動力は並大抵ではないことがうかがえます。しかし実は小妻琴乃さんは高校1年生の頃までゴルフが嫌いだったとか。しかしスコアが70を切るようになると、少しずつ楽しくなっていき、ようやくゴルフに前向きに取り組めるようになったと明かしています。もしかしたらそれまではゴルフをやらされているという感情が強かったのかもしれませんね。ご家族からの全面的なサポートもあり、プレッシャーや負担に感じていた部分もあったのかもしれません。しかしゴルフへの考え方が変わってからはさらに上達し、高校2年生からは JGA ナショナルチームの一員として国際大会にも出場するようになりました。そして高校卒業後の19歳、2011年にプロテストを受けて一発合格。ツアーに参戦するようになると、2014年についに才能が開花しました。サマンサ・タバサレディースとミズノクラシックに出場し、どちらも優勝には届かなかったものの2位にランクインを果たします。その結果賞金ランキングでは19位に浮上し、初のシード権獲得となりました。翌年の2015年には前半戦は腰痛で思うようなプレーができず苦しんだものの、後半戦で追い上げた結果賞金ランキングで48位となり、2年連続でシード権を獲得しています。しかし2016年は4戦でトップ10入りを果たすも、残りの18試合で予選落ちを繰り返し、賞金ランキングは52位に低迷。2年連続で獲得していたシード権を逃す結果となってしまいました。続く2017年もトップ10入りが2戦あったものの、
残り16試合で予選落ちを喫し、賞金ランキングは63位と自己ワーストに陥ってしまいます。この頃は試合ごとではなく、日によって結果の浮き沈みが激しく安定していないシーズンだったようです。しかし再起をかけた2018年は、全米女子オープンの出場権をかけた最終予選で4位に入り、本戦出場を決定するなど調子を上げていきます。そして9月に開催されたマンシングウェアレディース東海クラシックでは、最終日に8バーディーを奪い、スコア64を記録。プロ8年目にして念願のツアー初優勝を果たしました。そして最終的には賞金ランキングで46位に浮上し、再びシード権を獲得しています。実はこの2016年から2017年の低迷期、小妻琴乃さんは腰痛の悪化に悩まされていたとか、さらに腰痛回復後もなかなか思うようにプレーが戻らず、ストレスから10キログラム以上も体重が増加してしまっていたそうです。日本女子プロゴルフ協会の公式ホームページでは体重51キログラムとの表記になっているそうですが、ピーク時は63キログラムまで体重が増えてしまっていたと明かしています。プレー不調のストレスを理由に、週3回ほどラーメンやとんかつなどのハイカロリーな食事をとり、さらにはお父様と一緒にワインやハイボールなどのお酒を20杯も飲んで励まし合う生活をしていたとか。確かにストレスで食事に走る人はたくさんいますが、小妻琴乃さんはプロのアスリートのため、自身の体調を一番に考えなくてはいけませんよね。お父様が止めてあげることはできなかったのかとも思ってしまいますが、当時は娘の不調にお父様も悩んで、ストレスが溜まっていたのかもしれませんね。しかし結果として2018年のツアー優勝する2ヶ月前には1ヶ月半で5キログラムのダイエットに成功し、見事プレーの調子も回復しています。ダイエットも成功し、それがプレーにつながって優勝を果たしているので、きっと体調管理の重要さを身に染みて感じたのではないでしょうか。そんな小妻琴乃さんですが、2020年11月24日のインタビューでは、今後の将来設計について、29歳までに2勝目を挙げて、30歳で結婚、31歳で出産し、32歳で復帰して、36歳で現役引退と明かしています。ただ結婚の予定があるわけではないとも答えているため、この時点で結婚を前提にお付き合いしている男性がいるわけではないようです。ちなみに2023年5月時点では、小妻琴乃さんから結婚や妊娠の報告はありません。あくまでも理想の将来設計ということなので、まずは優勝を目指しながら、プライベートでは結婚も視野に入れているのかもしれませんね。好きな男性のタイプはがっちりしたスポーツマンがタイプとも明かしているため、同じくゴルファーや他の競技のアスリートなどがぴったりだと思います。他の競技のアスリートとはテレビ番組などで共演する場面もありますし、知人の紹介などいつでも出会えるのではないでしょうか。小妻琴乃さんはもともと美人すぎる女子ゴルファーとの肩書きも持つため、周囲の男性からも声がかかっていると思います。結婚や妊娠についても近い将来報告が聞けるかもしれませんね。今後も小妻琴乃さんのゴルフでの活躍、さらにはプライベートの恋愛についても注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。